いや、松島の大きな上がりが決まりました。一気にトップレーですか。はい、南三局、親は飯沼、ドラはローピン。飯沼がね、何に変えてれば、はい、もしかしたら中野が何打ったかも、統一でね、打ったんで上がりがあったかもしれない。ちょっとそこはもしかしたらっていうのはね、ちょっと飯沼としても後悔があるかもしれないですか、はい、強気で行ったんですよ。何一枚切れで、はいはい、あの自分が何短期かトン自国のトンタン期か、強気でね、トンタン期で攻めたんですけどね、それがちょっと裏目出ました。裏目出たかもしれない。さあ、ただ飯沼が親番トンを仕掛けました、親の飯沼まだまだトップまでとの点差は3400点ですので、十分ですね。はい、ここで食らいついていきたいところです、いいですね。ドラはローピン、西山さんの手がすごいことになってますね、ちゃんと三色とかですかね、はい、この後映ってきますね。松島もああ、はい、これですね、イシャンテン、ここで起死回生の、はい、できれば面前で仕上げたい。うん、本日いった、本日いきましたね。飯沼本日、飯沼ですか。考える中のなんかゴロチかな、こう見てるんですかね。そっちか、ここはリアンスを切ってきました。松島もまずまずの形、そうですね。ただここは西山高く、そして速そうな、そんな手が入っています、西山の跳ねマンぐらい上がりたいですよね。うん、するとオラスなんかね、マンガンぐらいで、はい、ちょっと2着ぐらいには。お、中野が G1 もあんこにした、みんないいですね、結構、はい、この西山の形なんですが、一数層のうち数層はもうすでに山にないので、高めの一層しかない。なるほど。ここで考えます、松島です。E ピンと9ピンが、ね、重いんですよね。で、2、3子を狙ってたんですけど、引いたのが E マンだったんで、はい、あらっと。とどうかなって、なるほど。でマンズの本一ですからね、あの親の犬馬がね、はいはい、ちょっとやっぱマンズは打ちづらいかな。さあ引いた、リーチだ。ペートチュンのシャンポン、ちゃんた三色、チュンだとマン、ハネマンか、はい、ペーでも厄介ですね。あーチュン一発だ、リーチ一発、チュン、チャンタ三色。さあ裏が一枚乗るか乗らないか。おお、どうした裏ドラ。落ち着いて西山さん手が震える。あー裏は乗らず、ハネマンです。ただ12,000、大きいですねこれは。イーグマからの直撃。井沼さん首振ってます。うん、やっちゃったかな。そうですね、